着した。荒玉の討伐に入る。朝倉美穂の。はい。まだ慣れないと思うが、オペレーター頼むぞ。任せてください、ミリアさん。見てて、ほのちゃん。ほのちゃんが安心できるように頑張るから。うん、頑張って、ひよか。私はミホッチがいない方がいいな。そっちの方がたくさん荒玉と遊べるぜ。ブッキー、それひどくない？はい、そこまで。みんな、気を引き締めていくわよ。怖いけど、皆さんについていきます。役立たずは、もう嫌なんです。クズ、まだ戦うんですよね。行くぜ、愛しの荒玉ちゃん。ほらよ、愛してるぜ。仕方ない、奥の手を切り込む。ありがたい。ミッション完了。撤収する。強敵だな。いいじゃねえか。そっちの方が遊びがいがあるってもんだろ。キヨカちゃん、ユイちゃん、こっちのフォローをお願い。はい。みんな、今日は少し苦戦していますね。調査隊なら大丈夫です。ホットミルクでも飲みますか？落ち着きますよ。あ、はい。用意してきます。オペレーターってこんなに不安なんですね。知りませんでした。自分で戦った方がよっぽど楽ですか？どっちが楽ってということもないのかな。戦ってる時は戦ってる時で大変だし、でも待ってるだけっていうのは自分で戦ってる時と違った大変さみたいな。何もできないのがもどかしくて。朝倉さんはトジの方が向いていますね。え？どうぞ朝倉さん。ありがとうございます。わっち、ゆっくり飲んでください。はい。ふわふわ。あっ、ゆい、どうしたの？大丈夫？大丈夫だよ、みほのちゃん。ちょっと荒玉の攻撃を受けちゃっただけ。気をつけてね。うん。みんな頑張ってるのに、私だけ何もしてない。私がいれば清香やユイと一緒に戦えるし、クッキーをフォローできるし、ジーネやミルヤさんを。朝倉さん、落ち着いてください。もし暴走してしまったら。大丈夫です。監禁なんて嫌ですから。これくらい。朝倉さん、席を外しますか？オペレート中にも暴走の危険があるのなら。大丈夫です。きっとどこにいても同じだと思います。そうですか。一応調査隊の応援要請を出しておきましょう。朝倉さん、手伝ってください。はい。みんなと一緒に戦いたいって思っただけで暴走しそうになった。私どうなっちゃうの？本当にこのままでいいのかな？
調査隊から応援要請が出てんのか。あいつらの実力ならそこらの荒玉に苦戦なんてしねえだろ。どうしますか。聞くまでもない。準備を始めろ。美穂に見せてやんぞ。はい。こいつの初陣だ。テンション上げろよ。派手にぶちかましてやろうぜ。刀剣類管理局に応援要請を出しました。近くの部隊が向かっているはずです。聞いたか。もう少しの辛抱だ。はあ、私の荒玉ちゃんだぞ。荒玉の強さは数ともに想定以上よ。今は無理をするような時じゃないでしょ。そうですよ、小月さん。だったらそいつらが来る前に気が済むまで遊ばせてもらうからな。いや、ここからは私たちの出番だ。お前らはどいてやがれ。はあ、なんだそれ。鎧のような。ですが、越装備とも違う。というか、あの人ってどうしたんですか。その声は美穂のか。もしかしてアキラさんですか。なんだお前、現場に出てなかったのか。だからこんな荒玉に苦戦してたのかよ。美穂の、お前本当にこいつらで大丈夫なのか。うん。稲子アキラ、その姿はまさか。ああ、こいつが玉寄りだ。最高にクールだな。え、なんでアキラさんが玉寄り都人。勇気も玉寄り都人になりましたよ、美穂さん。勇気も。北上さんは私の代わりにアキラさんと勇気を実験台にしたんですか。なめんな。あたしらは自分からこうなるのを望んだんだ。それをお前の代わりに実験台にされただ。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ、美穂の。お前が拒絶した力がどんなもんなの。あたしと勇気で教えてやるよ。勇気、ここらの荒玉をあたしらで片付けんぞ。覚悟決めたやつからかかってこい。ダチに手出して、てめえを恨めよ。援護上等。この程度。援護上等。お返しだ。やっちまうぜ。最強。楽勝かよ。ほら、そうこなくっちゃな。この程度じゃ物足りねえ。もっと、もっとだ。もっとかかってきやがれ。一瞬であれだけの数の荒玉を倒しちゃった。手応えがね。ユキ、そっちは任せたぞ。どうした。トラブルなら火星を。必要ありません。おいおい、ユキ、ぼーっとしてっから外野に心配されてんぞ。ぼーっとしてたんじゃありません。ちまちま戦うのが面倒だったから集まるのを待っていただけです。ここから見ててください。すっご、あれがあれば私たちなんていらないじゃん。
お、これが誠が望んだことなの？間違えんなよ、まこっちゃんが、じゃね、あたしたちが望んだ力だ。救援感謝します。ですが、この前の一件、許されることではありません。そうだな、悪かったな美穂の。もうこの前みたいなことは絶対にしねえ。それを信じろと？信じてくれとしかこっちは言えねえ。見ての通り、美穂のなしでもなんとかなったしな。失敗したかもしれないんですよね。なんでそんな無茶を？こうすることが必要だと思ったからだ。お前はどうすんだよ。それは、美穂のさん、勇気たちに協力してください。美穂のさんのためにも。ほのちゃんはあなたたちの実験なんかに協力しません。なんかと言いました？玉よりの実験は見ての通り成功してます。美穂のさんに協力してほしいのは、実験台になってくれたトジの治療です。実験台になってくれた人たちだって覚悟を決めてやってくれたんです。それをなんかなんて言わせません。こいつらはお前を現場から外した、厄介事を遠ざけようとしたんだろ。違うわ。口では何とでも言えんだよ。美穂の、一緒に来い。私たちにはお前が必要だ。ごめんなさい。私は調査隊のみんなと金山姫に立ち向かうって決めたから。本当にそう思ってんのかよ。え？お前逃げてるだけじゃねえのか。今のままじゃ根本的な解決になんねえぞ。お前金山姫になるつもりか？あ、そんなことない。私たちが絶対に救ってみせるわ。違うな。それができるのは私たちだけだ。次のニュースはこちら、玉よりトジです。最近は話題に出ない日がないですね。トジさんが安全に荒玉を倒せるようになるんだろ？だったらどんどん使えばいいと思うよ。年の瀬の大災厄で荒玉の数が増えてるんだから、使わないと損だよね。しかし使っているのは荒玉なわけでしょ。危険じゃないの？その問題はすでに解決済みです。トジへの影響はほとんどありません。って言ってもさ、身にまとうとか嫌だよね。それやる意味あるの？ありますよ。玉よりトジはノロをまとうことにより、まとったノロと同程度の荒玉の攻撃を無力化できます。これによりトジが怪我を負うリスクを大幅に下げることが可能です。そうなの？はい。もちろん防御だけでなく攻撃も強化されています。お刀とノロ、その両方の力を使うことにより荒玉に対し極めて高い効果が発揮されるのです。それはすごいですね。いやでもさ、ノロが危険だという認識はもう古いのです。荒玉とトジの融合はすでに成功しています。玉よりトジこそ全ての人を守る時代のトジの姿になると私は確信しています。ではここで玉よりトジがどれだけすごいのか実際に見てみましょう。今日もテレビは玉よりトジ一色ですね。今の討論番組、グランパも討論を申し込んだそうです。けどマコマコから NG が出てしまいました。うさんくせえ。安全だ安全だ言ってるけど、実験に失敗したやつがいるんだろう？はい、私たちは確かにこの目で見ました。瀬戸内知恵。あ、
ごめんなさい、聞いてなかったわ。何の話かしら。大丈夫ですか、知恵。ええ。どこが大丈夫だよ。心ここにあらずだろう。まったく、今頃アキラは何やってんだろうな。よう。お疲れ様です、稲子さん。今日は任務はいいんですか？少し時間が空いたんだよ。だから見舞いに来た。何か変化はあったか？いえ、変化はありません。玉寄りの活動を止めるには写しを切る必要があるとはいえ、嫌な役目を任しちまって悪いな。大丈夫です、誠様ならきっとみんなを治してくれると信じていますから。私もだよ。おっと、立ちくらみですか？顔色が悪いように見えますけど。わかるか、最近なんか疲れが取れねえんだよ。あまり無理はしないでください。稲子さんと鳥羽さんは北上派にとってなくてはならない人です。ありがとな。けど今は玉寄都市が世間に認められるかどうかの大事な時なんだ。疲れたなんて言ってらんねえよ。少しでも多くの現場に出て、一人でも多くの都市に玉寄都市の力を見せねえと。それが都市の未来につながるんだ。はい。けど確かにこの疲労は半端ねえ。もしかしたら玉寄都市の副作用か。ひよってんじゃねえ、稲子明。私には美穂のほどの適性はねえ。なんかあって当然、全部覚悟の上だろ。もう少し、もう少しなんだ。まこっちゃんがテレビに出て頑張ってる。そのおかげでスポンサーになりたいっていう申し出が何件も来てる。それも全部私だっていう成功例がいてこそだろ。私と勇気がここで結果を出せば全部うまくいくはずなんだ。写しを剥がして彼女を落ち着かせます。稲子さんは下がってください。いや、私も手伝うぜ。でも。いいから手伝わせろ。稲さん、ごめんなさい。意識があんのか？はい。迷惑を。お前が謝る必要なんてねえだろ。必ず助けてやっから、今は寝てろ。もうちょっと休んでてくれよ。きっともうすぐだ。ありがとうございました、稲子さん。こいつらのこと頼むな。はい。アキラちゃん。あ、なんだよ、まこっちゃん。ユキちゃんが。ユキに何かあったのか？風邪をひいてしまいました。あ？風邪をひいてしまうとは不覚です。なんだか最近疲れが取れないと思ってましたが。気に病まないで大丈夫ですよ、ゆきちゃん。今はゆっくり休んでください。元気になったらまた頼らせてもらいます。はい。まったく、風邪ひくなんて鍛え方が足りねえぞ、ゆき。それ治ったら覚悟しとけ。はい。じゃあ今は寝てろ。任務は私が片付ける。まこっちゃん、ゆうきの看病頼むな。はい、任せてください。ヨミさん、難しい顔して
どうしましたの？いえ、何でもありません。そう？はい。個人的なことなので、自分で解決します。侵入者だ！お前は、サツキヨミ！何が目的で侵入した？友人に会いに来ただけです。友人だと？イナゴアキラと会わせてください。何事かと思ったらお前かよ、アキラ。久しぶりだな。私に会いに来たって？はい。なら少し出ようぜ。今はあんま騒がしくしたくねえんだ。わかりました。結構歩いたな。で、何の用だよ。玉寄りの副作用、気づいていますね。トリバネさんの風邪もそれが原因です。逆に、なんでお前が気づいてんだよ。どうやった？アキラたちの周囲には常に監視の目があります。あなたとトリバネさんの瞳が赤く染まるのを何度か確認しました。ちっ、まずったな。こいつを見られちまったってわけか。原玉の戦闘利用はやめてください。お前が言うのかよ。この力を使うのは私だけでいい。玉寄り都市の研究を凍結してください。これくらい覚悟の上だ。それに体内にノロを直接入れる妙画ほどの影響はね。影響は出ています。それなのにまだそう言い張るのですか？当たり前だろ。私たちの頭がこいつは安全だって言ってんだからな。アキラ、心配してくれたことにはダチとして礼を言う。ありがとな。けどダメだ。これだけは、はいそうですかってわけにはいかねえんだ。ひたかみさんは知っているのですか？まこっちゃんには言うな。たとえお前でもまこっちゃんに言ったら許さねえ。知らないのですね。この場所まで移動したのもひたかみさんの耳にこの話を入れないためですか？せっかく会いに来てくれたんだし、昔馴染としてこれだけは言っとくわ。私たちの邪魔はするな。たとえお前であろうと容赦はしねえ。久しぶりに話せてよかったわ。じゃあな、アキラ。私は今日も玉寄り都市が大活躍。本日のコメンテーターは、おい、誰か資料を運ぶのを手伝ってくれないか？イエス、グランマ。カオルも手伝ってください。めんどくせえ。何を運べばいいんだ？ありがとう、二人とも。じゃあ、これを頼むよ。おお、なんだこの資料の量。これは、妙画都市の資料ですか？はい、玉寄り都市の検証用に用意しました。そんなことしてたのかよ。もともと、北上誠君との対談の時のために用意してもらったものだ。振られてしまったがね。どいてください。資料追加です。お、まだあるのかよ。こっちは玉寄り都市に関するデータよ。誠が公表しているものと独自に収集したものが含まれているわ。独自ですか？折紙ゆかり様が独自に集めていた資料のようです。よいしょ。これで全部かな。ありがとう、助かったよ。さて、みんな検証の結果がどうなったのか気になっていることだろう。まず、北上誠君の言葉に嘘はない。対荒玉に対する能力は
妙画閉じ以上であり、体への影響も妙画ほどではない。つまり玉寄閉じは安全ってことですか？そう結論付けてしまうのは少しばかり早いね。これはあくまで能力面の話であり、問題は体への影響がどのようなものだろう。こちらは、彼女はうまい言い方をしたね。閉じへの影響はほとんどない。玉寄閉じを実用化してからそれほど時間は経っていませんが、すでに影響が出ているそうです。え？現在確認されているものは体調への影響です。妙画閉じのような精神への影響はないようだけど、違うところで影響が出始めている。軽いものではあるようだけどね。つまり今はあまり気にしないでいいってこと？いや、そんな簡単な話じゃないよ。例えばそうだね、玉寄閉じを風だと考えてみよう。イナゴくん、トリバネくんは熱を出しているだけだ。だけど彼女たちより前の閉じたちは肺炎やもっとひどい状態にある。イナゴくんとトリバネくんもそうならないという保証はどこにもないんだ。もし何らかの理由でノロの制御ができなくなってしまったら、以前見た玉寄閉じの実験体のようになってしまうかもしれないということですか？そういうことだね。そしてその何らかの理由というものは、今この時にだって起こるかもしれない。この技術はまだ実用化すべきではない。そう思うね。